富士で敗北を喫した徳川家康は諸将と今後の対応策を協議した。諸将は江戸への総退却を主張し、家康もそれを受け入れる。しかし問題は誰がしんがりとなるかだった。なぜならしんがりは天下の剣箱根で自らを犠牲に西軍を食い止め、全軍撤退の時間を稼がなければならなかったからである。諸大名が躊躇する中、しんがりに名乗りを上げたのは井伊直政、榊原康政ら徳川直臣であった。東軍が箱根に立ち、しんがりが布陣を始めた時、三成率いる西軍は箱根へ5キロのところまで迫っていった。あれは井伊直政、榊原康政、酒井家継、徳川譜代の武将たちですな。我らをここで食い止め、本隊を江戸へ逃がそうということでしょう。いや、あれに見えるは家康の旗印ぞ。なぜ家康がここに。これぞ天の与えた好機なり。家康めが正々堂々向かってくるのならば、ここで家康を打ち果たしてくれん。行くぞ。
今こそ三成殿の義に応じる時。どうじゃ、この左近と勝負してみぬか。面白い、相手いたぞ。
鬼鎖骨の槍受けてみるか。死ねえ。それは死ねえ。には大義がある。勝てぬ道理はない。忠勝がとんぼけり、江戸の土産に毒と味わい。Thank you.
今こそ三成殿の義に応じるとき。奥川の軍勢などいかほどでもない。まさか我が部隊が敗れるとは。奥川の軍勢などいかほどでもない。お任せあれ。負けるはずがない。逃がすものだ。まさか我が部隊が敗れると。